コラボアンソロジーはファミツー文庫から刊行されているライトノベル短編アンソロジーシリーズである。ファミツー文庫はその公式サイトであるフボンラインやファミツー文庫、FBSP で時折同レーベルの2作品のコラボレーション短編小説を公開、掲載している。コラボアンソロジーはそれらのコラボレーション作品を文庫にまとめた短編集である。 各作品の大半は、上記の通りすでに公表されたものの再録であるが、当アンソロジーのために書き下ろされたものも何作か、含まれている。各作品のイラストは、コラボレートされた2作品のイラストレーターのうちの、いずれかが担当している。狂乱家族日記と、吉永さん家のガーゴイルとのコラボ作品を例にとると、狂乱。ガーゴイル日記2054のイラストは、 狂乱家族日記のイラストレーターである、x 六助が担当し、お色町狂乱取物日記のイラストは、吉永さん家のガーゴイルのイラストレーターである、ヒューガユージが担当している。ISBN 978から47億5774万3724、狂37乱家族日記を主軸とした以下の短編を収集。 ISBN 978から47億5774万4844以下の短編を収集。なお、文学少女と殺されたバカフール、は、文学少女と乙女に集う召喚獣の後日談となっている。ISBN 978から47億5774万5810、マジシャンズ。 アカデミーを主軸としたいかの短編を収集。なお、マジシャンズ、アカデミーのイラストレーターであるブレードは、表紙及びカラー口絵を描いている。ありがとうございます。